研修バンドっていうあのバンドを組んでました。これね、研修バンドっていうのはね、これもよくあるんですけども、ケンさんっていう方とシューちゃんっていう方と2人で始めたバンドです。ね、このケンさんっていう方はですね、あの私よりだいぶ年齢が上の方なんですけどね、栄光してはるんですが、声がよくてね、ほんでね、ギターもね60代になってから始めたんやけどね、お上手で、で2人で、たくさんの歌を歌ったんですけども、今日はその中から、何曲か聴いていただきます。研修バンドメドレー、日の当たる道。歌いながら山のその向こう、日の当たる道がある。あの山谷あの道に日の光輝いて、君と行く人生の幸せの道。日の当たる道、サニーサイドオブライフ、ナターシャセブンのアレンジのね、聞いてもらいました。次はね、リターントゥーパラダイスっていうね、諸口彰さんのヒット曲です。リターントゥーパラダイス、次はね、アリスのね、帰らざる蛇という歌を歌います。なんかここまで聞いてきて、どういう選曲かと思われるんですけど、だいたいケンさんの選曲ですのでね、幅広い音楽をやっておられたということで、最後の電話
る。こんなに安らかに死んでゆく。夕暮れが近づいてくる。私の人生のバイバイバイ、私のあなた、バイバイバイ、私のところ、バイバイバイ、私の命、バイ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 、マイラー。帰らざる日々、アリスでした。次はね、これまたこの選曲、葛西千秋直美さんを歌います。いつものように幕が開き、恋の歌歌う私に届いた知らせは、黒い縁取りがありました。あれは3年前、止めるあなた駅に残し、動き始めた汽車に一人飛び乗った。最後のね、曲はね、ヒーローという曲です。カイバンド、1978年ね、聴いていただきます。ヒーロー、ヒーローになる時、あはそれは今、ヒーロー引き裂かれた夜に、お前を話はしない。ヒーロー海バンドでした。以上はね、研修バンドっていうねバンドでした。はい、すごいレパートリーだったかと思いますけれどもね。はい、ということで、今日のね薬師如来ご利益カフェ番外編はこれで終わっていきたいと思います。はい、私も今日もね朝からね目がね目がしょぼしょぼっていうんですか、大変だったんですけども、なんとか最後まで歌えてよかったなと、ほっとしてます、それではね、また来週ねお会いしたいと思います。宇治の上原しゅうちゃんでした。さよなら、さよなら。